皆さんこんにちは EasyJapanese ージージへようこそこの番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしますもっと自然な会話を覚えたいでも映画やテレビでは難しすぎるという方に台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けしますポッドキャスト YouTube にチャンネルがありますのでお好きな方でお楽しみください今日もよろしくお願いしますはい皆さんこんばんは今日は5月20日木曜日です今日は雨一日中雨ですね昨日ちょっとお話ししたんですけどやっぱり梅雨になったんでねもう毎日雨 になって、ね、まあちょっと残念ではあるんですけれどもまあでもまあねしょうがないのでまあ毎日ね雨だけど過ごしていかないといけないなとは思ってるんですけど今日はちょっとねいつもと違うところなんですけど質問にお答えををすするとといいいうのをやりたいなと思います最近はですねあのメールの方に中心にですねメールの方を中心に質問を いいただいてますでその質問をあの、まあ、お答えをしていくっていうのをやりたくてでこれをまあ聞いていただいて、まあ、同じような質問があるよっていう方がいたらね是非質問していただければあのそれに対してもお答えをしていくっていうようなねそういう会をねまた作っていければいいなと思っています。で今日のね質問なんですけど、えー、シルビアさんという方からね質問いただいてるんですけれどもあの まあ、質問は一一等と一流の違いまずこれをやっていきたいなと思います。で質問頂い,いてるのは例文がありますね。例文ってのはえっとサンプルの文っていうことですね例,例の文っていうことなんですけど例えばっていうので「彼は有名なレストランで料理長を務めるなんとかの料理人だ」。 とというところでその「何とか」ってところに入るのが「一等か「一流」かというところなんですよね。「一流」と「一等の違いは何ですかっていうところなんですけどうんあの「一等というのはね「一二等一等書っていう字ですね。そして「一流」は「一」に「流れる」と書いて「まあ、一流」と読むんですけど。 これの違いは何ですかと結構まあ難しい質問だなと思うんですけどまあたまにはこういうのに答える甲斐があってもいいかなと思うのでやっていきたいなと思いますはい皆さんはどうでしょう一等と一流の違い分かりますか僕の中ではあの僕もまあその何て言うんだろうな日本語の文法の先生とかそういうプロフェッショナルではなくてまあ一人の まあ、ネイティブスピーカーとしてのそういう日本人としての回答になるんですけどあの結構ね僕の中では一等と一流というのは全然違うかなっていうような印象がありますね。あのまあ似てるんですけど一等ってのは例えば運動会とかで1位になった走ってね走って1位になった,た一等賞と。 とかあとはくじ引きを引いて一番いいのが当たったそしたら一等みたいなそういう意味ですね例えばまあオリンピックの金メダルっていうのは一等一等賞みたいな感じですねあのなので一番上一番良いっていう意味それが一等ですねうんで一方で 一流っていうのはうんんか順番はあんまり関係ない一流例えば一流の野球選手一流のサッカー選手とかっていう言い方をするんですけど一番か二番かとかではなくてあるレベルよりも上のというか、まあ、例えばそのプロフェッショナル っていうようよな意味ですかね、うん、一流っていうのはね他に二流っていうのがあるんですけど二流っていう言い方は、うん、プロのレベルではないまあ彼は二流だからみたいな,なんかそのなんて言うんでしょうね一人前ではない一人前も難しいですけど、うん、まだまだダメだなみたいなちょっとそういうニュアンスがありますね二流というのは。逆に 2等ってあんま言わないですけど1等っていうのは本当と1番ですよね例えばさっき言ってみたいにオリンピックで金メダルを取るそれ1等なんですけどただそもそもオリンピックに出ているっていうその時点で一流のアスリートではありますよね普通の人出れないですからやっぱ一流のそれぞれの国とかでね予選を勝ち抜いてそして 例えばオリンピックとかね、世界大会に出るっていう時点で一流なわけです。なので、一流の中に、また一等とか二等とかがいるっていうような、そういうイメージです。なので、まあ質問をいただいているのは、えっ、ー、と、例文でいくとね、うんと、彼は有名なレストランで料理長を務める なんとかの料理人だっていうところなんですけどこれは答えは一流になります、まあ、なぜかというとあの一等かどうかはまあ分からないですしあのまあ料理長ということでね蝶がついているので、まあ、一番偉い人なのかもしれないですけどその人が世界でね一番の料理人かどうかはわ、まあ、からない。 ただ、有名なレストランで料理長を務めるということなので、まあ、一流であることは間違いないなと。そういうような感じですね。なので、一流の人はいっぱいいます。その中で、一流の人が集まった中でも、さらに一番優れてる人は一等。まあ、一等の料理人ということになるんですけど、ただそういう言い方はあまりしないです。例えば、 一流の野球選手一流のサッカー選手っていう言い方はしますけど一等ってのはやっぱりあくまでも例えばこの大会で一等だったとかこのレースで一等だったとかそういう言い方はするんですけど一等のなんとかですっていう言い方はしないんじゃないかなと思います。 ちょっとねあのこれは言葉で説明する <laughs> ポッドキャストで説明するのもなかなか難しいところがあるんですけど今日はちょっと質問にお答えをする一流と一等の違いっていうお話をしてみましたちょっとねまだ他にもいくつかあの質問をいただいているのでねそれに対してお答えをしていく形でこのようなシリーズをねやっていこうかなというふうに思ってるんですけどまあ新しいこと 今までは日常のことをちょっとお話ししてたんですけどこういうのもちょっとねあのそれの間に挟んでねやっていきたいと思うのでまたこれに対する感想あとはまあ同じような質問とかね意見とかがあればぜひぜひ書いていただければ嬉しいなと思っていますということで今日のお話はここまで最後まで聞いていただいてありがとうございましたではでは今日も最後まで聞いていただいて ありがとうございましたこの番組は毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしていますポッドキャスト、YouTube のフォロー、チャンネル登録をお願いしますそれではまた次回の Easy Japanese でお会いしましょうではでは